ホルニディ・ソプラは、イタリア共和国フリウリベネツィアジュリア州、ウーディネ県にある、人口900人の基礎自治体。タリアメント側の源流がある。夏季、冬季ともに人気のある、山岳リゾート地である。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ。ウーディネ県北西部、カルニア地方のコムーネで、ウーディネ県西端のコムーネである。アルタバルタリアメントの最も奥に位置する。 役場のあるビコの集落は、タリアメント川左岸に位置し、トルメッツォの西約 33km、ベルーノの北東約 42km、リエンツの南南西約 42km、県とウーディネの北西約 64km にある。ウーディネ県外略図隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。括弧内の PN は、ポルデノーネ県、BL は、ベルーノ県所属を示す。 ドロミーティ山地の一角、ドロミティフリウラーネの山々に囲まれており、コムーネの西方には、クライデラやマンファルコニーがそびえる。コムーネの南部には、プロマーギア、モンテビビラがある。北東部には、クラップサバン、クラップバルモストがある。村の一部は、ドロミティフリウラーネ国立公園に含まれている。ケルト人の村を起源とする。村の所在が、文書の上で、 初めて確認されるのは778年である。この村は、ホルニーリソットと共に、サボルニャン家の所領であり、長らくカルニアの他の村とは区別して考えられていた。このため、二つの村の地域を、ホルニー・セイバーネイヤにとも呼ぶ。村の経済は、主として観光業で成り立っている。フリウリ・ベネツヤ・ジュリア州の代表的な山岳リゾート地の一つであり、風光明媚な、 アルプスの景観と優れたアルペンスキーのコースのために夏季、冬季ともに人気がある。ホルニディ・ソプラノコ・ムーネは環境に優しい交通手段によるツーリズムを推進するアルプスの神事コンソーシアムに参加している。人口水住民の多くはフリウリゴのカルニア方言を話している。2007年12月18日に制定されたフリウリゴの保護と信仰に関する フリウリベネツィアジュリア州の州法により、標準フリウリ語と現地方ことによる地名表記の規範化がなされた。集落コムーネは3つのフラツヨをネに分けられる。村役場はビコに置かれている。イタリア語、フリウリ語の名称及び標高は以下の通り。ありがとうございます。